バでーす。ラブトゥデイ。これね、最近ね、やったんですよ。これタトゥーに見えるでしょ。でも2週間で消えるタトゥーなの。ラブトゥデイで描いたら、ただマッキーでなんか描いたみたいになっちゃいました。まあそんなことはいいんです。今回も爆食岡山編です。デイ2ということで2日連続でやったので、その2日目にエンドロールで使った映像をここでお見せしたいと思うんですが、ちょっとね、岡山の食べ物いろいろ食べたんだけど、なんかせっかくだし2日目だしなんか違うことやろうってことで、ファッションショーが途中からあります。でもなんかいきなりファッションショーに行くのもちょっとなんなので、またこのヘアバンドのリファが登場して一回仕切り直しますね。で、爆食もしています。2つ、2種類というかね、清水白桃ジュレ。清水白桃っていうのが、もう声が裏返っちゃったけど、清水白桃っていうのが、有名なんですね、岡山で。なのに私間違って清水白桃って言ってるんですけど、そこはごめんなさい、ご了承ください。漢字が苦手です。そして、ヒルゼン焼きそば美味しかった。もう映像見せたらまためっちゃ食べたくなりました。ということで、皆さんもお腹空かせにいってらっしゃい。岡山桃子お菓子セット、はーい、お菓子セットです。なんか3つ入ってました。まず、清水白桃ジュレです。あとはおまんじゅうでしょ、桃まんじゅう、あと桃子のひとときっていうスティックケーキ、これをそれぞれ食べていきたいと思います。そしてついに登場しました、ももちとうらっちです。イエーイ。めっちゃ頑張ったんだけど、すごい難しかったです。この二人意外と描くのすごいむずい。もうよーく見たらちょっとずれてたりするんだけど、なんか雰囲気では伝わるかな。ももち、うらっち、かわいいね。なんかさ、いいなって思ったのは、このももっちもうらっちも手をね、つないでいるんですよ。それがなんかメッセージだなと思いました。はい、いきますよ。ジュレ、いただきます。え、これさ、このままいっちゃっていいのかな、ジュレって。あー、この上にあるジュレが、ジュレの上にあるジュレじゃなくて、なんか果実みたいな、果汁がもう美味しい。これ一口でいっちゃおうかな。美味しい、食べちゃった。次、おまんじゅう。またお茶欲しくなるやつじゃないか。出ました、食べられません。ちょっと剥がれちゃったけど、お尻桃になってます。ちょっと傷ついてしまったけど、じゃあちょうどこの割れ目から割ってみちゃおうかな。ちょっと失敗、割んなかったことにします。いただきます。桃が香ってる？桃入ってるね。不思議。美味しい。不思議です。なんか、あんこの中に桃が香る。めっちゃ美味しい。白あん。先にジュレ食べたから。この香ってんのはもう、残りが、なんていうの？かと思ったら、ちゃんとこっちに入ってる。
桃の味でした。桃の香りでした。清水白桃を白あんに練り込んで風味豊かに仕上げました。本当にその通り、めっちゃ美味しい。辻島さん、ラスト、ラストといってもこれね3本入ってるんですよね。あーすごいすごい。岡山のこれがそのさっきから食べている清水の白桃で、こっちは黄金桃、黄金と黄金桃、これがマスカットです。マスカットも美味しいよね。岡山ってさ果物がめちゃくちゃ美味しい、もう大好きで、桃太郎っていうマスカットあるじゃないですか。あれをもうある時期は空港とかで買って入ります。私は切れないです。シャキーン、何でも出てきますよ。この座ってる位置からだいたいこう何でも手に届くところに置いてあるから。かわいい色してますね。ピンクです。画像では分かんないかもしれないけどピンク色してます。いただきます。ん、あ、もう、次、次は黄金桃。これも桃のはず。黄色くて、ね、全然さっきのに比べたらもっと黄色いです。まだ違う。どっちも桃だけどなんか違うぞ。なんか香りが甘い感じで、この清水白桃の方がなんか爽やかな感じ。どっちも爽やかなんだけど、ちょっとこう甘い香りが強いかも、こっちの黄金桃の方が。いい香り。あ、この香りの香水があったらもう自分にかけたい。おいしい。じゃあラストです。マスカット、緑色してます。いただきます。あ、こりゃマスカットだ。ちょっと何も言われずに食べたら、もしかしたら今メロンパンっぽいかもって思ったんだけど、絶対言っちゃダメなやつだった。でもちゃんとマスカットはマスカットでした。全然メロンの香りが違います。口に入れた瞬間、そうかなって思うんだけど、飲み込んだ後にふわって香ってくるマスカットの香りっていうのがあるんですね。それが全く違います。ちゃんと入ってるんだ、ブドウピューレが。え、じゃあこれも全部桃のピューレがちゃんと入ってるよ。ちゃんとしてるわ、岡山。ごちそうさまでした。ヒルゼン焼きそば。はーい、来ました、ヒルゼン焼きそば。じゃーん。すっごくいい香りです。なんか甘い、すごくなんかコクのある香りがしています。じゃあまずは山椒がついてきたんだけど、山椒なしで食べたいと思います。いただきます。うまっ。おいしい。あー、おいしい。なんか色はさ、なんか普通のそばよりちょっと白っぽい感じがするんだけど、味はめちゃめちゃ濃いです。ちょっと酸味のある甘だれ。おいしい。初ヒルゼン焼きそば、なんか2人前入ってたから、もうまとめて作って半分は今取っておいてます。量で言うと結構多いと思います。
山椒いっちゃおうと思います。早速もう全部できたら絶対美味しい。あーいい香り、山椒の香り大好き。ちょっとなんか柚子と似てません？山椒の香り。うん、あー、うん、山椒めちゃめちゃ合いますね。今説明をしよう。じゃーん、パッケージ持ってきました。ここにひるぜんそばとは何か書いてあるので読みたいと思います。岡山県真庭市ひるぜん地域のご当地グルメ、ひるぜん焼きそばの大きな特徴は味噌をベースにした秘伝の甘だれ。噛むほどに旨味の出る親鶏の柏肉とみずみずしい高原キャベツをジューシーに焼き上げて、もっちり麺に濃厚で香り豊かな甘辛だれを一気に絡めて仕上げます。この焼きそばで食の町おこしをと2008年に発足したひるぜん焼きそばスイトン会が第6回 B1 グランプリ in 姫路でゴールドグランプリを受賞して一躍全国区になりました。そんな歴史があるんですね。2008年だからもう12年前かに、もう一気に日本に全国で知れ渡ったんですね、ひるぜん焼きそば。今ね、これを読んで私はそうだ、みんなに伝えなきゃいけないことがあるんだと思って、私ね、もう焼きそばって思って具をわーって炒め出しちゃって、豚肉を使っちゃったんです。ごめんなさい、ごめんなさい。ひるぜんの皆さん、本当だったら鶏肉で、鶏肉の濃厚なね、旨味が入ったそれタレだから絶対鶏肉の方が合うんだろうなと思って、やっちゃったって思いました。ちょっともうでも素直に正直に言います。この時点ではいって言った時点であれって思った方いたかもしれないから。でも豚肉でも美味しいです、美味しいです。ひるぜん焼きそば、もうとにかくこの甘だれ美味しいですね。あと確かにこの麺のもちもち具合もいい。作るときにこれ書いてあって、そうなんだって思ったんだけど、この麺をほぐすときに私は今まで水を使ってたんですよ。でもひるぜん焼きそばはこの麺をほぐすために適量の日本酒、料理酒を使ってくださいって書いてあって、多分それもめっちゃいいなって思って、めっちゃ美味しくなってると思う、それで。うん、うん、今度から焼きそば作るとき、麺ほぐすときは日本酒に代入しようと思います。水じゃなくて。うますぎだろ、うん、うますぎ。めっちゃ口に詰め込むタイプです。昔からリスみたいに食べるねって言われてた。だって早く口に入れないと島に食べられるから。ジュレもめっちゃ美味しかった。もうドロンって食べれちゃったもん。一口でいっちゃいました。さあここからはお待ちかねリファのファッションショーです。もう毎日デニムを着てるんだけど、今日はちょっと着てないけど、岡山はデニムが有名なんですよね。でその歴史とかもね、いろいろ教えてもらって、本当により自分も家にあるデニムが大好きになって、で自分が普段から着てるデニム、そして岡山のデニムっていうのをこう
羽織ってですね、身につけて、部屋、狭い部屋なんですが、なんとかこう広いように長いようにランウェイみたいに見せて頑張ってやったので、あっという間だと思うのでぜひ見てやってください。ふざけてます。いってらっしゃい。小島コレクション。ジーンズと上に羽織っているジージャン、どちらも小島のものとなっております。ハットがクールに決まっていますね。ちょっと暑いんでしょうか。ジージャンを脱ぎました。おっと、これは T シャツがなんとグッズです。 She looks so hot! Reverse 小島コレクション。とっても涼しげに登場しました。ポーズが決まった。ちょっと不慣れな感じですが、オーバーオールは Made in Kojima、 Kojima Collection。 ラストはオーダーメイドのタイトのローライズジーンズ、ダメージ加工たっぷりしました。履きやすくて踊り出しちゃう。 See you next week。 この番組はマリモの提供でお送りしました。おかえりなさい。いかがでしたか。小島のデニム欲しくなりましたか。まあ、リファの今回のグッズでも TCB ジーンズさんとコラボしたポーチがあります。めちゃめちゃ可愛くて使いやすいポーチなので、これはもうぜひ見ていてほしいですね。チェックしてみてください。あとはもうデニムって、まあ、夏来たらちょっと暑くて着ないかなと思いがちだけど、全然あの通気性もいいし綿だし、あの夏でもめっちゃ私は履きます。なのでこれからの季節も小島のデニムいっぱい履いてきたいと思います。大好きな岡山愛は伝わったでしょうか。まあ、デイ2ということもあって、まあ、ちょっと違うことをしたいなと思ったのが、まあ、リファズ小島コレクションになりました。本当ね、一人で何やってんだろうって気持ちになりましたよ。でも最近本当なんか布を身につけるの好き。このターバン、あのこの何これ何ヘアバンド、ヘアバンドとかも、ね、最近ゲットしてめっちゃ可愛いなと思って。しかも楽ちんだからさ、髪の毛がさなんかこう長いとさ、こうやってないとさなんかさおー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 ってなるのが、これをつけることでピシッとねまとまって、イエイ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 みたいな、邪魔じゃないみたいな。はい、決まってます。決まってんのか。似合う、どうですか。結構好きですね。はい、楽ちんです。ということで、また来週も爆食動画あげますので、もうちょっと続きますのでお付き合いください。なんかご飯一人で食べるの寂しいなっていう時とか、ぜひ一緒にこう見ながら食べちゃってくださいね、一人暮らしの方。はい。そしたらまたね。ありがとう。 I love you 岡山。気に入ってくれた方はLikeとチャンネル登録よろしくね。